ん、みんな集まったよ。あんたがこうやって呼び出すということはかなりの大事件なのね。例のホロエリアについて。何が起きるの？アップデート？何ですか？何がアップデート？確かに、どこにいてもデータを上書きされたらおしまいね。ということは、止める方法がキリト君には分かっているの？それなら、まだ可能性はあるのね。やるしかないわね。うん、私にできることが。はい、オレンジギルドの人なんかに負けます。キリトさんがいれば、きっと大丈夫です。武器や防具はしっかりメンテしてよね。出かける前には必ずうちの店に顔を出すこと。それと他の人にはそうね。そういえばずっと気になってたんだけど、アスナはどこに行ったのよ。ちょうどお話も終わった頃かな、キリ。はーい、皆さん、今日はママの作ったごちそうですよ。まったく、いきなり言われても食材揃えるのが大変なん。ごめんなさい、ヤギル。俺はどっちかっていうと作戦会議に参加するべきだろ。仕方がないだろう。食材クラインのおかげで美味しい料理ができたわ。ありがとうね。ああ、アスナさんに頼まれたら断れないからな。しかしいいのか。アインクラッド全体に影響を及ぼすデータの実装となれば、早くても数日の時間がかかると思います。そういうことだったら焦るよりもしっかり。というわけで、私とエギルさん決起会ということで、今日はたくさん食べてね。美味しいですよ。ふわー、これはまた豪勢だね。お代は当然キリト持ちなんでしょうね。キリト君、ありがとう。パパ、システム的にはノーです、パパ。ただもし可能性があるとすれば、はい、ナーブギアは装着者の感覚や運動に関する信号だけでなく、その感情データはカーディナルシステムが、私は本来そのモニタリングデータをもとに、はい、パパ、信号を発したプレイヤー ID はもちろん、発生した時間や場所、その時保持していたアイテムに至るまでカーディナルシステムのモニタリングは行われています。さすがパパですね。私が言いたかった。収集される感情データの多くは、中にはパパとママのように
安らぎや喜び、そして時には予想もしない感情データも。少しはお役に立てましたでしょうか、パパ。
頑張ろうね。